ハイタイ沖縄県産娘のかなえです。はい、今日は沖縄からお届けしています。はい、皆さんちょっと今気づいた方もいると思うんですけど、すごくすごくすごく声が低い日です。はい、なんでかというとヌヌから風邪をもらっちゃいました。あるあるですよね、ママパパは。いや、ママなんてさ、ずっと一緒にいるやん。しかも食べかけのアイスとか食べかけのおにぎりとか食べないでおこうとか、もう次からやんないと思うんだけど、食べちゃうじゃないですか。もうそんで今回もしっかりと映って声が低いです。低めのイケボでお届けしたいと思います。はい、ということで本題に入りたいと思うんですけど、ヌヌが今年で3歳になります。この夏3歳なんですけど、去年の夏の服を着させたらもうピッチピッチで、ちゃんと成長してんだなっていうのをすごく感じます。ということでね、新しい洋服を調達してきたので、今日はそちらを皆さんにお届けしたいと思います。で、今回ユニクロとブリーズで揃えました。もうみんな大好きユニクロ、自分の服もだし、おめむの服もユニクロは結構多めです。ブリーズがカラフルな感じと、男の子服でもすっごいおしゃれなものが揃ってて、それがすごく好きです。ということで今日はユニクロとブリーズで購入したものを紹介していきたいと思います。じゃあユニクロからいきます。こちら、じゃん。はい、可愛くないですかこれ。結構ね、これパパとムムが遊びに行った時に着替えを忘れたのかな、なんかでこれを買ってきたんですけど、すっごい生地が良くて、乾燥機にかけてもやっぱ毛玉もつかないし、サイズ110センチなんですけど、ダボって着る感じですごくこれおすすめです。こちらと、これは私が選びました、こちらも110センチ、これ全部値段は990円でした。可愛くないですか。このミッキーちょっと大きめなんだけど、ムムもともと体格が大きい方なので、ダボティーみたいな感じでこれも選びました。そしてもう一個ユニクロからピンクの色違い買いました。これもすごい可愛い、なんかおしゃれじゃないですか。特にさ、キャラクターものだったら、はい、今日ミッキーで行こう、ほら今日ミッキーだよ、見てミッキーよ、ミッキーミッキーかーとかっていう、朝のこのなんかね、うん、機嫌取りにもなるので、キャラクターものはおしゃれな程度のものを私は選びたくて、自分もテンションが上がるし、ムーンもテンションが上がるっていうものを買いたくなっちゃいますね。これね。で、あとは無地のこれエアリズム。エアリズム最強じゃないですか。私はもう毎日着てるし、ムーンもさ、若干手とかに日焼け止め塗るの嫌がったりする日は、もうあれ着させて日焼け対策したり熱中症対策もしてます。で、今回このエアリズムから無地のベージュの色を買いました。これも990円でした。今日全部紹介するもの990円だ。めちゃくちゃ安い、300円とかの服もね、売ってたりするじゃないですか、子供服で。いいんだけど、サイズをちょっと結構大きめに買えば、特に沖縄なんてさ、夏がもうほんと長いから、来シーズンでも着れるようにって考えたら、990円ぐらいの買っといた方が来年も綺麗というか、無駄にめちゃくちゃ安いものを爆買いってよりは、絶対来年も着るよねっていうのを最近は買うようにしています。これユニクロはこの4つです。で、どちらも990円でした。これユニクロのサングラス、自分用にも買いました。よくない、これ紫外線カットが 99% って書いてたので速攻買いました。私目がすごい悪いので裸眼で歩けないから、普段サングラスにも土入りを買ってるんですけど、コンタクトしてる時に使おうと思って買いました。これもすごいおすすめ、自分用なんだけど。はい、次、ブリーズ。ブリーズ大好き、本当に毎回サイトも見てるし、新しいアイテムがあったら絶対チェックするんですけど、ブリーズさん見てますか？ブリーズさん愛してます。ブリーズさんが昨日の本当大先輩ミュージシャン HY さんとコラボしてたんですよ。コラボを見てやりたいって思ってるので、ブリーズの関係者の方いたらぜひぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。はい、ということでブリーズの購入品紹介したいと思います。本当に可愛い、これなんかママもめっちゃテンション上がる、大事じゃないですか、ママもテンション上がるって大事。じゃん、こちら T シャツ、これもね、お値段990円でした。今日紹介するものほとんど990円です。私がすごいやりたいのはこれも買ったんだけど、見て、かわいい、このセットアップ着させたい。
このコーデをしてほしくて選びました。110センチだからダボっと着る感じで買ったんだけど、私的にはこれを100センチとかにしてもう1枚下に長めのちょっと袖が見える感じ、2枚重ねとかしてもすっごい可愛いなと思ってこれ選びました。この T シャツとハンバーガー、これも可愛い。これもねこういう黄色のズボンと合わせたりおしゃれじゃないですか。沖縄のチャタンのビーチとかにいそうですよハンバーガーすごい可愛い。これも買いましたね。ピザ、こういうの買っちゃうんですよね。どうでしょうか、こちらも可愛い。ほんとおしゃれ。 T シャツはこの3枚かな。次ズボンの紹介です。じゃーん、これね結構生地もしっかりしててなんか薄くもなく厚すぎでもなくみたいな感じ。畳んだらこんな感じでの分厚さだから着替えとしても持ってってもいけるなっていう、荷物を重たくしたくないというかもうなるべく薄く済ませたいので着替えとして持ち歩くならとかすごい考えるんですけど、まあまあ許容範囲。これはでも乾き自体はすぐは乾かない感じの素材なんだけどしっかりしてるのでそういう面でおすすめです。同じ種類のからいきますね。こちらとこれです。アルファベットが並んでます。はい、かわいいわ。これもめっちゃかわいい。紐がブルーっていうのもすっごいかわいくてこれも買いました。もう完全にデザインで選びましたね。であと、はい、大事です、速乾性。荷物としてもコンパクト、ムームーも着やすい。じゃあこの薄さどうでしょう。これはもう絶対買いだよ。これもすっごい生地がいい。めちゃめちゃツルツルっていうわけでもないしシワにもなってもあんま気にならない感じ。これも可愛くて買いました。同じ種類で言うとこちら、かわいい。海パンとかにもいけそうな素材です。となんといっても本当にねコンパクト、2枚にしてもめっちゃ薄いからね。だいたい2セット持ち歩くんですけどそれでもこの薄さ。あとこちら黄色のパンツ、これもすごい可愛くても一目惚れでした。同じ種類の中では3つのアイテムを購入しました。はい、そしてこれは可愛すぎて即決だったんですけど、めっちゃ可愛い。見て、すっごい可愛い。ほんといろんなデザインが混ざってる服とかすっごい好きで、ズボンはこちら。はい、優勝。このスイカやばくないですか。スイカだけのジンベエもあったんだけど柄物がすごい可愛いなと思って買いました。そしてもう本当に嬉しかったのが、私の親友のねカーホーが一緒にブリーズで買い物してたらなんかムームの買ってプレゼントしてくれて、じゃん、可愛くない。バスケのユニフォーム的な、やばい、めっちゃ可愛い。パパとさなんかこういう感じのコーデでお揃いしても可愛いだろうし、生地がめちゃくちゃいい。これはねあっても便利だなって本当思いました。お下がりにも絶対にいける生地、サラッとしてるし後ろはメッシュタイプで、あーもうありがとう、絶対に着せます。そして今回靴を買いました。じゃん、サンダルか、かわいい。サンダル15センチ買いました。ニューバランスの靴がだいたい 14.5 ぐらいで、15ってどうだろうって思ったんだけど、16ってなるとつま先がね開いて、足元って結構大事なんです、成長段階で。ケチらなくていいかなと思って今回は15センチにしました。これ私ムームと一緒に買いに行ってないから試着をさせてないんだけど、今シーズンは履けるなっていうぐらいの大きさでした。ただすごく横幅が狭い、ちょっと足の幅があるよっていう子にはちゃんと試着してから買うのがすごいおすすめかもしれない。ただ私はもうほんとテンション上がって一気に靴も買っちゃったので、もう衝動買いですね。なんかいろんなのに合わせやすく茶色を選びました。ほんと大事なのはちゃんと固定してくれるかどうか、結構重要視してて、子供のエスカレーターの事故とかも怖いじゃないですか。そういうのを考えた時にもしっかりしたものがいいな。なおかつムームもこう自分で履けてガバッと開くから、こう急いでる時にもね開いてくれると履かせやすいので、これはいいなと思って購入しました。はい、ということでこの夏の購入品紹介でした。沖縄すごい湿気がやばいので見ての通り髪がめちゃめちゃうねってます。今からねストッパー当てに行きます。ちょっともう耐えきれない。
ということで、またいろいろ動画投稿していくので、ぜひお付き合いください。今日の動画もぜひ参考にしてみてください。以上、かなえでした。バイバイ。かな